ちょっとララちゃん、これ水じゃないの？ぼったくりだぼったくり、特集ですっぱ抜いてやんよ。よう君か。とりあえず座んなさいよ。今日はどうした？まさか新しい怪盗ネタとか？あ、それともお姉さんに恋しちゃったとか？わざわざ怪盗ネタ持ってきたの？そりゃありがたい。会社で怪盗団の番記者にされちったし。いやー助かる助かる、これで仕事もはかどるわ。子供を利用する気？硬いこといい子なしでしょ。この子ら大人の耳には届かないネタ持ってるし、それに大事なのは第三者のソースがあるってとこ。あんたね、
で、条件は？今度は誰の情報が欲しい？それとも単なる小遣い稼ぎ？は？ラッキー！カモがネギ背負ってきた！これで仕事が楽できる。空いた時間で旅行でもすっかね。んなわけないだろう。言いなよ、何が狙い？前は金城の件だったよね。最近当局が騒がしいんだ。私は金城関係って睨んでる。匂うな君は。下手くそだな、ごまかすの。うん、でもなるほどね。熱烈な怪盗団のファンか。ちょっとダメだかんね、旅行のために子供を使うなんて。旅行？嘘嘘、空いた時間で調べたい事件あんの。会社には内緒の独自取材。あんたまさか。うん、じゃあさ、こうしようよ。君は私に怪盗団のネタを垂れ込みする。私はそのネタをもとに怪盗団の記事を書く。君の大好きな怪盗。ある時を境に怪盗団の評判はうなぎ登り、不自然なほど君たちの活躍が聞こえてきた。メディア関係者に協力者でもいたの？君たちのため、意図的に情報操作をするための。どうなの？我は何時、何時は何時、ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち我あっ。よし。あ、気をつけんなよ。ちょっとララちゃん、またいらっしゃい。屋上出す。問題はどうや。ああ、帰ったか。
一発勝負だ。気抜くなよ。お、やるのか？よし。これだ。やるじゃねえか。読め。あの、でもこれ読めっつってんだろ。金をむさぼる暴食の滞在詐欺に明け暮れ、我々は全てのその歪んだ欲心の回答。まずくないですか？何が？金城さんにっていうか余計な気。いいから黙ってろ。ネットでも噂に。うっつ、お前ら金持ってこい。の、はい。怪盗だ。おい、渋谷のいいか。これだけ。さすが。マイタの奴らに見つか。無駄話。今回の相手は望むとこだぜ。まこと、流れとかちゃんと。あ、お宝を奪えばパレスは消える。龍二より100倍上出来だぜ。クズのような悪い大人と。気合十分だな、よし。長が招待。部屋ごと金庫に。銀行のパレスか。いらっしゃいませ。ようこそ我が都市銀行へ。よく生きてここまで来れたね。ずいぶん運がいいようだ。うん、バカ言わないで。
てめえを開示させて、その口で全部白状させてやる。お前みたいなクズに苦しめられてる奴らを俺たちが救うんだよ。警察も手焼いてるくらいだ。世の中大騒ぎにしてやんぜ。上が下をこき使って好きなだけ絞り取る、そういう順番がこの世には存在しているんだ。あなた方もおとなしく金づるになりなさいよ。誰がなるか、そんなもの。順番とか頭おかしいでしょ。俺だって散々やられてきたんだ。苦渋をなめさせられ、クソ底辺から這い上がって、ようやく俺が刈り取る番ってわけさ。だからってやり返す相手間違ってんでしょ。卑怯なことしかできないかわいそうな人よね。勝ち方にキレイも汚いもない。クレバーなやつが勝つ。賢く強い者は弱者を食い散らかして当然。ネットの知識だけで世の中悟ったような気になる頭の湧いたクソガキはいいかもだよ。終わってるこの人。騙されるのは常にバカだ。バカはそのバカの責任を取らされるだけ。学習しないバカは一生バカなんだよ。バカバカバカうっせえな。バカには何を言っても無駄か。ありがたい説教の時間は終わりだ。一生ここで奴隷としてこき使ってやる。冗談じゃない。たかるだけ、たからせていただきますよ。知らずで無鉄砲、自分のバカさ加減もわからねえ。そんな奴ら搾取しなきゃもったいねえだろ。さあ出撃だぜ、俺の守護神がだ。もし不利だと思ったらまず体勢を整えてくれ。敵はあの巨体だ。体力が減ったところを狙われたらまずいぞ。行けジョーカー、金の亡者に引導を渡せ。やってやる。Run out!
奪え。ガチだかんね。それキリ様悪いな。ありがとね。ベル様くたばれ。やっくぜ。それどさくさにはよけぶた大勢も許されかないよ。変形した。まさか。気をつけろ、痛いのが来る。クソ。そうじゃない。クソな。くらえ。ペルソナ。カップ。我が決意の証を見よ。くらえ。気をつけろ、痛いのが来る。おい、冗談だろ、起きろ。正解。
転がってた。気をつけろ、痛いのが来る。知っての通り、奴が興味を持つような高価なアイテムの試しにやってみよう、ジョーカー。気をつけろ、痛いのが来る。
次は。弱点がわからないな。いろいろな技を使ってみないと。気をつけろ、痛いのが来る。
げえ。うん、助かったよ。こいつだ。アンガソ。気をつけろ、痛いのが来る。
だから鉄壁って、うん、金城の仲間から倒すのも手だが、いっそ眠らせたりするのはどうだ。動けなけりゃ邪魔もできねえだろ。試してみるかはジョーカーの判断に任せるが、面倒な手下から片付ければ金城を攻撃できそうだぞ。こいつが何での時間だ。
さ。なんでの時間だ。これ
でも食らえ。うけ、手持ちがなくなっちゃった。ペルソナ、ガンガン行くよ。あはん、金がないと俺は。そうだ、ブタトロの中にまだ金が、あれさえあれば。この技、早く使いたいものだな。
真似しろ。誰にも渡したくねえよ俺の金。善良な人たちから奪ったお金でしょ。借金はチャラにしてやる。だからしてやるって。ずいぶん上からだな。貧乏で不細工でバカでよ。そんな俺にどうやってまともに生きろってんだ。社会が悪いんだろう。立場の弱いやつはどうしたって幸せになれない。俺だって被害者なんだよ。そうだ、悪いのは世の中だ。返す返す、痛々しいな。居場所が欲しかったんだ。わかるだろう。何が居場所よ。あんたが楽して儲けるために利用できる奴らを集めただけじゃない。レッテルに。
世界でてめえだけとでも思ってんのか。俺だってこいつらだってみんな戦ってんだけど、安心なさい。やっと居場所ができるわよ。一生かけた償いの舞台がね。お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。ゼロ円でな。分かればいい。さっさと現実の金城の元へ帰れ。たくよ、お前ら容量悪いぜ。そんなすげえ力あるのに、パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の心を好きにできんだぞ。てめえと一緒にすんじゃねえ。その青臭い正義感、意味あんのかね。やってるやつがもういるってのに。もういる？教えといてやるよ。パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で何が起きようがお構いなし。廃人化に精神暴走、何でもありだ。それはマダラメのシャドウが言っていた。いえ、誰なんだ。やめとけって。やつの力はお前らの火じゃねえ。出くわさないようにせいぜい気をつけることだ。考えるのは後だ。お宝を奪え、時間がない。せっかくならあの大きいのを。って、え、ニャンフー、 お宝。どうなってるのよこれ。超気持ちいい。いいな、いいな、ヒューマンっていいな。キンキン、キラキラや。クロワン、フォーベル。生き物投げんじゃねえよ。いいから逃げ、早く。いいぜ、出せ。くそ、あよ。で、道ねえし。くだらしねえ。絶対割れた尻。あ、大丈夫か。割れてないか。割れてない。割れてるでしょ。もうそうじゃなくて、だいたいいきなり飛び出すとか危ないじゃん。てか超見られてるし。怪我人がいなくてよかったわね。いや、約1匹。あのアタッシュ、あれがモルガナの死因だろうな。ちげえって、あれ金城のお宝か。信号赤、どこで開ける。カラオケは。監視カメラがある。俺いい場所知ってる。あ、そっか。ちょうどコーヒーでも飲みたかったところだ。手当てしてあげないとね。あったけ。妙に落ち着くわね、ここ。何かわかった。ダイヤル式の鍵がかかっている。これは番号がわからないことには。ダイヤル式の鍵ね。やっぱり。なぜわかった。何度も開け閉めしてるの見てたから。
覚えちゃった。怖っ。でもすげえ。あー、しみる。おい、早く開けてみろよ。いくらだこれ。この束で100万だと思うが。ひふみ、30個くらい。3000万円。みんな500万。やべえ、今度から毎回豚汁セットにしよう。小せえな。いい気分のところ悪いが、こいつが本物に見えるのか。はあ、子供パンク。マジかよ。全部あいつの見えってことなのかしら。嘘だ。まあほら、やったった感あるしよくない。やったった感、やってやった感、やってしまった感かしら。どっちも。天下を騒がす怪盗の成功報酬がやったった感なんて、はあ、おかしい。まあ待て、中身は紙くずだったが、このケース自体はなかなか悪くない。よし、売ろう。決まり。そういえばモルガナは何かを思い出したりしなかったのか。いや、何も。お前、ぶつけたショックでまた忘れたんじゃね。一言だと思いやがって。記憶喪失なの。そんなとこ、お宝を探してた記憶はあるらしいの。早く思い出せるといいね。それでこの後ってどうなるの。まずは様子見だ。金城が改心するのを待つ。今回はすげえだろ。だいぶ世間に騒がれんぜ、きっと。そういえばさ、金城が最後の方で言ってたこと、あっちの世界を使ってる悪党がいるって。気にはなるな。考えてもしょうがない。今はとにかく金城の改心がどうなんのかが見ものだ。とりあえずおとなしくしてようぜ。あなたにそんなこと言われるなんてね。頼んでいた件だが、まだかかりそうかね。君の学校で起きた問題だよ、校長先生。よろしいでしょうか。例の詐欺グループの件で至急のお話が。分かった、もういい。誰のおかげでその椅子に座っていられるのか分かっているんだろうね。奴が早々に候補を挙げてきた。どこかの誰かさんとは大違いだよ。ああ、もちろんだ。引き続き調査は頼むよ。